アヌークテウベ、芸名、アヌークは、オランダの歌手、シンガーソングライター、プロデューサーである。アヌークはオランダで、最も人気の高い女性ロック歌手と見られている。1997年にシングル、ノーバディーズワイフが発売されたのをきっかけにオランダ、および、ベルギーで、多数のヒット曲を量産し、アール・ユキリンメ、ミヒエル、ガール、ロスト、ワンワード、アイドンとナハト、 モダンワールド、スリーデーズイン、エーロー、ウーマンなどが代表作として挙げられる。2012年までに7枚のアルバムを発売し、2013年5月には8枚目のサットシンロングソングズが発売される。また同じ2013年5月にユーロビジョンソング、コンテスト2013のオランダ代表として、スウェーデンの丸目で開催される同大会に出場し、バーズを歌う。 アヌークテイウベは1975年4月8日にオランダ、デンハーグに生まれる。少女時代にドラッグを経験し、14歳で家を出た、あとは少年施設を転々とする。音楽への関心は、ブルース歌手であった母親の影響であった。15歳から、ショットガンウェディングというバンドに属し、結婚式やパーティーで歌うようになる。1994年より、 ロッテルダム音楽院に通うが2年後に中退する。同じ頃、当時の夫を通じて、ゴールデンイヤリングのバリーヘイに出会う。ヘイは、アヌークの才能を見出して、楽曲の提供を申し出る。こうして、ヘイ、よび同じバンドメンバーのゲオルゲコーイーマンスによって、制作された楽曲の一つが、ムードインディゴであった。ソングライターのバルト・ファンフェインと出会ってから、二人で、 複数の楽曲を作る。1997年9月5日、2枚目のシングルである Nobody's Wife が発売された。この楽曲は数週間にわたり連続でオランダのヒットチャートの首位を維持し、またノルウェーやスウェーデンでもヒットとなる。デビューアルバムの Together Alone も大きな成功を収めた。1998年にアヌークは オランダの音楽チャンネルザ・ミュージック・ファクトリーより2つの賞を受賞。さらに、エディソン賞も受ける。2枚目のアルバム、アーバンソリテュードは1999年11月に発売された。収録曲の R.U. キリン目は、オランダのヒットチャートザ・ダッチトップ100にランクインした。アヌークは、米国人のプロデューサーと共に、アメリカ合衆国でのレコード契約を目指して、 アメリカ合衆国に渡るが、失敗に終わる。アヌークはオランダに戻って、活動を続け、新曲、ドントを発表、2011年2月より、オランダ国内をツアーする。2001年3月には、新しいアルバム、ロストトラックスが発売される。このアルバムには、過去の楽曲のアコースティックバージョンや B 面収録曲、サラ・ベッテンスやレモンスト・タインとのデュエットなどが、 収録されている。この年、アヌークはパプライジャス賞を受賞した。2002年11月、アルバムグラジュイテッド・フールが発売された。このアルバムは、アヌークのキャリアの中で最もロック色の強い、ものであった。2003年には、ゴールデン・ハープ賞を受賞する。次のアルバムは2004年のホテル・ニューヨークで、この中から、ガール、 ロスト、エルサレム、ワンワードの4曲がシングル化された2006年の音楽祭同ポップにて2006年、ラジオ放送局 3FM より最優秀女性歌手に選出された。2007年に発売されたアルバム、フーズユアモンまではプロデューサーにクレンバラードを起用した。収録曲から最初のシングルカットはグッドゴッドであり、4ヶ月以上にわたって、 ヒットチャートにランクインする成功を収めた。この曲は2008年のビデオゲーム、ギターヒーローワールドツアーにも収められている。2009年のアルバム、4、ビター・オアワースからは、3デイズ・イン、エーローがオランダのヒットチャートで首位となった。アヌークの次のアルバム、ツー・ゲット・ハー・トギャザーは2011年5月に発売された。この年の2月28日に収録曲。 キラー B が YouTube にて公開され、また初のシングルカット曲、ダウンダーティーは4月に発売された。その後さらに、I.I.M.A., クレシェイ、セーブメ、ホワット・ハブ・ユ d ドーンの3曲がシングル化された。2012年10月17日、オランダの放送局とロースの決定に基づき、自身がユーロビジョン・ソング・コンテスト2013の オランダ代表となったことを Facebook を通じて発表した。大会は2013年5月にスウェーデンの丸目で開催され、オランダ代表としてバーズを歌う。アヌークの音楽性は、ジョーン・ウォズ・ボーン、メリッサイ・スリッチ、アラニス・モリセットなどと比較される。ノーバディー、エス・ワイフや、r ユー・キディン・メといった力強いロックの楽曲が知られる一方、ロストや、 ミヒエルといった儚い曲も多い。ロック、ポップスに加えて、ソウル、ファンク、ヒップホップといった要素を試行することもある。1998年までマネージャーであった、エドウィン・ヤンセンが夫であった。その後2004年3月16日にレゲエラップバンドポストメンのリーダーレモンストタインと結婚する。アヌークはレモンストタインとの間に3人の子を、 儲けるが、2008年5月に二人は、円満に離別したと発表された。2010年、ラッパーのアノーソドックスとの間に4人目の子を、儲けるが、アノーソドックスとの関係もその後終わった。2006年、オランダの歌手マルコ・ボル・サトと共に、毎年同じ顔ぶれでは飽きるだろうとして、以降の TMF 賞へのノミネートを辞退する旨を発表した。3FM ラジオ賞。 ありがとうございます。